品。うわ、もう鳥肌やばいんですけど。喉焼けそう。もうやばい。過酷で多分これが。結構厳しい。3日間生活の中。そう、歴代の3日間。やべー、いこーパクチー、カズマロン、パクチーやったでしょ、パクチー、パクチー3日。お前が考えたやつやったでしょ。企画から言わじゃ3日間北京の生活。うわ、やばいな。やばいです。テキーラだけしか飲めない。お酒です。飲み物はテキーラだけしか飲めません。ゆずにそのグレードアップするやつやめない。よくない。じゃあやる人制限。シンプルに水ないと無理じゃん。いや、水はいいよ、許しちゃう。いや、そうだね、ないとやばい。あー、確かに。はいー、はいー、これー急に来たよ。3日間で全部飲んでもらおうかな。もうちょっとやばいなってなったらそこで中断する。本当にやばい時は言えばいいです。本当にやばい時はもう僕からドクターストップ出しますね。ちょびっとやばい時はじゃあお水飲ませていただきたい。そうだね、大事だよね。やば、3日間テキーラ生活スタート。テキーラブンブン。これやばい。トクトクトク。これやばい。まあ、うわ、まあこんなもんかな。うわ、先にね、みんなに見分け方を教えてあげるね。酒、アルコール強いやつ絶対ぼやけるね。僕すぐ顔赤くなるんで、もう絶対わかります。早く飲め。うっせぇ。早く飲めよ、お前。解説してんだよ。いいんだよ、ここにありがちなお前やらせとか言われたら俺は。生きていけねえんだよ。これ、冗談、いろはす。はい、ちょこんと。入ってるからね。いや、おい。めっちゃ多い。いきます。うわぁ。めっちゃ匂いするわ。臭いよね。うわ、めっちゃ臭い。ちょっといいですか。ちょ、僕シンプルに喉乾いたんで、これも。そう、でももう、そういう煽りだ。出た。乾杯。乾杯。乾杯。あー、うめぇ。超うめぇ。うめぇ。最高。え、あと何杯いく何の冗談も俺今通用してないから。ザチキッズ一口飲んで一口。てかお前で。あ、そうだ。お前。なんだ。いや、マジでやだ。お前か。マジでなんだ。マジでやだ。おい。一気に。あんま書かない方がいい。一回自分の口の匂い嗅いで、自分の口の匂い。ミスった。ちょっと、鼻、ちょっと呼吸して。ボロボロやん。ボロボロ。戦ってきた。喧嘩。大号泣した後。泣いてる。行くぞ。行くぞ。お願いします。お願いします。これ3つドリンクあります、はい、この中で好きなの選ばせてあげます。どれでもいいよ。どれでもいい。水を飲んでから言え。言うから言え。そうやばいから。来た。これで満足か。来た。君たちはね、僕がこれいやいやで飲むと思って、こんなわざわざ3つ火使って持ってきてくれてますけど、僕はもうそんな小さい男じゃありませんから。うぇー、入れちゃいました。いいね。やっぱりすごいね。あ、すごいや。これ後でやってみればわかるけど、これ質問ないからマジで。これ体の中でテキーラが増えていく。ということで乾杯。乾杯。乾杯でしょ。私ですか。私。うわ。マジで。チェイス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 。意味ない。全然意味ない。全然見ないよ、これ全然見ない。やべえ、せいぎさん美味しそうだね。嬉しい。まさかね、野球前の朝10時にそんなことないと思いますけど。まさかまさか。このようなことで、行くしかないよ。行きます。おお、今日薄いんだ。お先。
うわ、これ鳥肌やばいんですけど。やってきました、3日目よ。テキーラ生活きつそうだからね、当たり前だな、もうこれぐらいいっとかないとね、もう3日目だからね。こんにちは、どうも、こんにちは。はい、よいしょよいしょよいしょ、こんにちは。一旦落ち着けば、本当に本当に限界だ水は飲ませてもらってますけど、イベント中じゃないですか。イベント中です。で、もう最終日なんですけど、3日連続でテキーラの他に酒をめっちゃ飲まされてるんですよ。無理でしょ水は飲んでんだけど、もうなんか手がちょっと痺れてる。結構やばい、過酷だよ多分これが。結構厳しい3日間生活の中で。そう、歴代の3日間ってのは。昨日やったのよ、水で飲んでみたけど、マジきつい。リモンだけやってないの。あ、ちょっとやだ、ちょっと、もういいけど、なんで俺ら。これでしょ。それです。これ少ない、これ。そう、味わっても主人公が多い。主人公、水少な。これを分けられないだろ。やばい、くせなすぎでしょ。荒れてないから、くせ。くさ。3日間飲み続けることによってもう常に酔っ払ってる。慣れて酔わないってないの。いや、もうね、俺水できるようになっちゃってる。あ、マジで。あ、じゃあそれ慣れてるわ。なんでかというと、もう酔ってるから。最終日のさ、一発目だけど、もう酔ってる、もう入れる前から。だからもう、なんかブレ、麻痺してる。喉も麻痺してるし、体も頭も麻痺してる。リファにはこの水がどんだけ意味ないかを分かってほしい。いただきます。うわ、多いな、それ結構。いいんだよ、水水水超意味ないから、ね。はい、傘増していきます、傘増していきます。テキーラ増えていきます。いや、マジで意味ないね、水。問いかけアンサー。意味ないです。意味ないですね。会話ちょっと止めて。ちょ。いやいやいや、せ止めてない。止めてない。テキーラ生活終了。何ですか。もうひたすらにね、体だし。まずバーイベントの時の3日間、僕この生活やってましたけど、バーイベントから3週間ぐらい経ってるわけですよ。なんでかと、体調壊したんですよ。確かに。しっかり壊した。ちゃんと壊れました。壊したな。体の体温調節機能みたいなのがおかしくなって、いかれる。風邪ひくね。飲むたびに内部から超熱くなったりしてて、なんか体が本当おかしくなるんです。免疫力落ちるだろうね、その。酒飲んでるからね。絶対寝ようがいいわ、じゃあ。やらせたらお前なんだよ。慣れないね、別に。あ、慣れないね。慣れないけど、3日目はマジで麻痺してて、もう酔っ払いが抜けてなくて、ちょっとあんま酒の味しない。あー、なるほどね。向かい酒ってやつかな。何よりも、チェイサー水きついよ。いや、マジで。あれきつかった。いや、体調はしたよ。俺、きつかったよね、水ね。みんな飲んだんだ。あ、みんなやったんだ。やったね。俺、モンスターで割って、吐き音のゲロ。あ、そうか。一番ひどかった。そうだそうだ。まあ、それはちゃんとデータが出たんだから。はい。みんな、あまりしないように。はい、頑張った、お前は。
我々特殊な訓練を受けてます、はい、まあ、体調には無理してませんからね、はい、こういうね、よろしくないものはよろしくないと伝えていきましょう、はい、はい、頑張りましたのでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の1週間か3日企画でお会いしましょう。バイ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 。